Welcome to Saturday Take-chan Yumi-chan. We hope you're having a great time. Now, Take-chan is going to answer your questions. ほら、ワクワクすっぞ。さあ、今回のご質問は、はい、専門店恐怖症さんからです。ありがとうございます。なんかちょっと違和感のあるあのトラウマを抱えてる。トラウマを抱えたちょっとニックネームですけど、それはさておき。おいた。本日はちょっとあのお土産紹介ですね。はい、本日はあの愛媛から、うん、まあこれ今治市やったと思うんですけど、あのポエム。そうですね、今治市のポエム。これはあの僕らはもうあの食べ慣れた味で、結構あの地元かなと思ったら意外とお隣の愛媛さん、愛媛さん、愛媛さん、おかしいな、愛媛さん、あの、あれなんですけど、あのポエム昔から結構よく食べてて、でもこう、どっちかというとこっちがメインかなと思ったら、こういう、最近こういう味も出てるみたいで、はい、みかん、うん、みかん味かな、やっぱ愛媛からかなっていう感じですけど、うん、うわ、おいしそうですね。だからまああのこのなんていうんですかね、ポエムってあのお茶と一緒に食べるのがすごく美味しくて、うん、あの香川県でいうかまど、うんうん、多分あの向こうの方がしたらかまどと一緒にしたら怒られるかもしれないんですけど、僕はこうあのかまどとそのイメージが一緒なんですね、うん、で本当になんかこうお茶との相性抜群なんで、うん、はい、だからもうこたつに入りながらポエムとお茶、うん、で次の日はかまどとお茶みたいなどっちも美味しいね。美味しいです、はい、ちょっとこっちの洋風な感じがちょっとだけする。わかるわかる。洋風のわかる。そうなんです。ちょっとこうあのやっぱほらあの西洋に近いやん愛媛の方が。微妙。その微妙に愛媛の方が西なんで。うん、あその分そういうこと、ね、あの西洋に近いじゃないですか。僕らの方がちょっとあのあのヨーロッパから遠いんで。その分ねちょっと西洋風になってるんでしょうね。なるほどね、はい、面白いな。本当になるほどか。面白いなと思って、たけちゃんの、はいはい、発想がね、はい、発想、はい、ありがとうございます、はい、行きましょう。では参ります、はい、以前フィッティングを受けたいと思い、私の県ではそこそこ有名な専門店に行ったのですが、うんうんうん、対応がいまいちだった上に最終的にはお店の閉店時間だからといって後日来てくださいと帰らされました、はい、私としては初めてのフィッティングで期待と不安の両方の気持ちがあったのですが、正直がっかりしました、うんうん、それから専門店に行くのが正直怖く、でもちゃんとしたフィッティングを受けたくてそちらへ行きたいのですが距離的に厳しく、皆さんどうやって自分に合うお店を見つけているのか分かるなら教えていただきたいですとのことです。なんか難しいな。これ結構あの答えにくいというか難しい問題ですね。正直、うん、これはね実際ね弊社に来られたお客さんでも過去の経験で、まあ、そういった初めのヒアリングの時になんで来たんですかっていう話からそういう話をされる方もいるんですけど、まああんまりこの動画でこういうことを言ったらいかんかもしれないけど、残念ながらその全ての専門店さんがお客さんのために親身になってフィッティングしているとは言えないかもしれないですね。もちろんねこれただあの別にごめんなさい、あの専門店恐怖症さんを責めてるわけでも、そのお店側を、まあ、僕らお店側なんですけど、お店側をフォローする気はないんですけど、あのもちろんお店の、ね、営業時間とかもありますから、そのたまたまあの専門店恐怖症さんがそういった対応された可能性は、まあ、ゼロではないんですけどね、うんうん、ゼロではないんですけど、まあ、せっかく、ね、勇気出してフィッティング受けに行って、まあ、そういった対応されるとやっぱショックはショックかなと、うんうん、思いますよね、うんうんうん、ただ、まあ、あの間違ってほしくないのはなんていうんですかね、そういうお店さんばっかりじゃないのはもう絶対なんですよ、うんうん、たまたま行ったとかそうやったし、タイミングがそうやったんかもしれないですよ、うんうん、ね、あの少なくとも私が知ってるお店、まあ、どこも、まあ、全国ね、ゆみちゃんも一緒に行ってくれたこともありますけど、うんうんうん、本当に勉強熱心なあの、うん、お店が多くて、うん、もう本当これお世辞抜きに私なんかこれ知識を引いたさんいます、うん、あのなんかこれ僕動画でこうやって偉そうに言おるからちょっとなんか何でも知ってると思うんですけど、知りませんから何でも何もでも、ね、その、うんうん、なんていうんですかね、で知識で本当かなわないお店ってたくさんで、ただ面白いのがやっぱそのお店によって得意分野が分かれるのがあるんですよね。確かに、うん、でそれが結構面白い。僕なんかだからやっぱりパターフィッティングしよるって言えばパターが専門のとこには勝てないし、うん、そういうとこはもっとあのたくさんのお客さん見てるから、そういうとこで逆に勉強させてもらったり、うんうんうん、あのまあ、パターが強いお店とか、あとレッスン交えながらクラブ進めるとかあるんですね、うん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 、だからそれ僕もできないんで、で、あと、まあ、あともう一つがね、工房がべらぼうにうまいとかあるんですよ、うんうん、でまあ、そういうの見よったらあのそのお店の特色っていうのが出るので、その、まあ、これたまたま、その
なんていうんですかね、結構地元では有名なところって言ったら、その何で有名やったかにもよるんですけど、ね、もしかしたらそのヒッティングじゃなくて、その公募が得意やったとか、そういうこともあるじゃないですか。だから、なんていうか、その、まあ、たまたま今回そういうちょっとショックなことがあったかもしれないんですけど、ただね、正直ね、お客さんがどうやって自分に合うお店を見つけているかっていうのは多分人によって様々だと思うんですけども、これはもう正直今は行くしかないってことはなくて、 SNS とか、ホームページ、あとまあネットでの口コミとか、今すごい情報が溢れてるじゃないですか、だからまずまあそういった部分で僕は情報を集めて、まず自分が行ったお店の目星をつけることがまず第一かなと。でその次に一回僕は電話することをお勧めします、やっぱり生の声を聞くって、やっぱり見るだけじゃなくて、あとメールとかじゃなくて実際電話してみて、どれ対応を聞くというかね、で詳細聞いて、そしてやっぱり何よりも予約した上でお店に行くだけでも僕これ対応は変わってくると思うんですよ、これ本当にね、これあんまり良くない表現して申し訳ないんですけど、やっぱりお店側、僕ら側も予約してくれてるお客さんと、そのポッてきたお客さんではどうしてもこの気持ちの持ちようっていうか、その準備があるんですよ。これダメなことです。常に 100% 俺って言ったらそれまでなんですけど、やっぱそれは人間なんで、そのやっぱ予約してくるよっていう時に構えとんと、ポッとくると気が抜けとる時に来られたりしたら、やっぱなかなか反応できんこともあるじゃないですか。だからお店側も絶対です。お店側は絶対大事にせないかんですが、やっぱフィッティングを受けてくれる人もできる限りそう事前準備っていうのをして臨むっていう、まあこういった些細なことっていうのが結果的に僕は自分に合うお店を見つける近道なのかなって最近思います、まあ少なくとも僕なんかはもうほとんどこう予約してくれたお客さんを対応してるんで、その常にこの気持ちは持ててるんですけど、やっぱりポッと来られたりすると、あ今ちょっと忙しいなとかってよぎったりする時があるから、こっちが 100% 対応できん時もやっぱりあると思うんですよね、だから本当にこれお店側をフォローしてるみたいで申し訳ないんですけど、偉そうに言って本当にごめんなさい、申し訳ないんですけども、まあ、専門店恐怖症さんもこれをまあ参考にしていただいて、できたらもう一度今みたいな手順踏んで、いや別のお店でも結構なんでフィッティング受けてほしいと、まあ本当強く願ってます、なかなかね同じお店に行くのは多分ちょっともう嫌な気になってるかもしれないので、ちょっとまあ今みたいに事前に SNS とかで調べる、でホームページ見る、で電話かけてみる、で良さそうやなと思ったら実際予約して何月何日の何時に行きます、向こうも分かりましたっていう方が多分信頼関係構築するのが早い気がするんですよね、僕は少なくともそうやってやってるんで、だからまあちょっとなんか店側の意見で店側をフォローしてるみたいですごい申し訳ないんですけども、まあ逆に店側やから分かることっていうのもあるので、なんか どう思う、ちょっとこれ俺ちょっとやっぱ店側に肩入れすぎるから。私は、一回パターを切って、私の中では失敗だったっていうのが、ヘッドが重くなりすぎて、短くしてって言ったんですよ、そしたらじゃあヘッドはちょっと重くなるけどいいですかって言ってもらって、ああじゃあお願いします。なんか鉛張ったってこと？そうそう、なるほどね、鉛をなんか中に入れたんやね、わかりますわかります、でもそれは工房としては多分正しいことをしたんですけど、私の体力的にそれが合わなかった、でも私はそれは合わなかったと思う、その人が悪いと思わないし、なるほどね、私もちゃんと短くしてほしいって言って、そこはちゃんと、その通りにしてくれたんで、でもまあ合わなかった、でそれでたけちゃんのところをこうどうやって親身に、なんか親身にフィッティングをしてるっていうのを、ね、ブログを見て、ね、あなんかこの人ならそういうところまで、私がこうしてほしいっていうところは私が知ってる範囲内での要望だけど、もっと親身になってくれる人だったら、それだったらもしかしたらもっと私の手だったら重たいよ、これはどうみたいな、そうやね、その答えはないんですけど、まあやっぱまあ引き出しがあった方がこうしてみてもいいかもねって言えるかもしれないね。そう、まあこれね本当難しい、自分に合うとこっていうのは、いい悪いとかではなくて、結構合う合わないはあるかなって思う、まあそもそも人間関係なんで、お店となんて、ロボット相手にしよるわけでもないですし、無人どこでしよるわけでもないんで、まあそれはあるかなと思いますけどね、まあただもう一回ね勇気出して行ってくれたらいいなっていうのは、まあ僕として僕みたいなやっぱヒッティングを専門にしよる人間からしたら、なんかこれでもう
諦めたっていうのはちょっと辛いなっていう。それもたけちゃんが全国アンギャするしかない。なんでやねん。もうあのたけちゃんなんかクラフトカーみたいな。キッティングカーみたいな。たけちゃんキャラバンやろ。ちょっとあの大型免許取ります。なのでね、はい、まあ、私はそれは失敗っていうか合わなかったで、うん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 、じゃあ次ちょっと他行ってみようか。そうだね、ゆみちゃんのそのえみちゃんのそのポジティブさはでもなかなか難しいよ。やっぱね、いやすごいと思う。それなかなかね、やっぱり山形はやっぱりダメかなって言える人おるんで、うん、うん、いや、うん、まあでもそういう風にまあぜひ試してもらったらいいなと思います。はい、はい、なので、うん、はい、諦めず、うん、試合終了ですからね。それか、はい、私だったら、あ、そのブログを見るか。もうええけ、もう閉めろ。もうブログこれもうあの過去のブログ見返されてる。僕結構黒歴史なんで。もしくはあの、ゴルフ仲間に聞く。あ、まあ、それは大事だね、うん、周りのゴルフ仲間とか、ね、うん、あの詳しい方に聞いたり、うん、詳しい方と一緒に行くとか、まあ、そうだね、それは大事かもしれない、ね、うんうん、っていうのもおすすめです。はい、はい、ということで、専門店恐怖症さんご参考になりましたでしょうか。それではサタデータケちゃんゆみちゃん、また来週、バイバイ。ぜひ諦めずにもう一件だけ言ってください。多分大丈夫。チャンネル登録高評価でタケちゃんゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。